まあ、みんなも知ってると思うけど、ジャック・ジャンヌ発売延期しましたね <laughs>。あのー、残念やけどね。残念やけど、まあ、あんま残念そうに見えんやろ。でね、いや、俺もなんでね、これね、残念とか心配とかっていう感情が、まあ、そこまで湧かないんかなと思って、まあ、いろいろ考えた結果、多分ね、これね、スイ先生がね、その、ちょっと待ってね。スイ先生がね、その、 逐一こうツイッターとかでこう情報をね発信してくれてるからなんよわ。全然、全然合ってねえカメラに。<laughs> いや、難しいなこういうのって。こうやって今回の発売延期もそうだけど、こう画像付きとかでね、こうずっとツイッターに情報を発信してくれるのよ。こんな感じで。見える見えるかな ね、ゲーム内の画像だよ。ゲーム内の画像をこうやってツイッターで、まあ、こんなの書いてますと160枚ぐらい書いていますというのを、まあ、頻繁にツイッターでその作業の進行具合とかゲームの状況とかっていうのをつぶやいてくれるから、まあ、こっちはねあの安心してるんだと思う心の中でどっかで。うんまあ ゲームの発売延期自体、その今までいろんなゲームでこう経験してきた件、その今の社会情勢とか見たらわかるように、まあ、何が起こっても不思議じゃない状況で、開発中止とかね、開発中止とかも延期なんでもちろんのこと、まあ、開発が中断されたりとかっていうのも起こり、起こりうるわけで、まあそれもあって心の準備も、うん、できてたのかなっていう感じですね。うん、まあ、この発売延期が逆に俺にとってあのプラスなんじゃないかなと思って。 うん、ゲーム買うときって、その、買うまでのワクワク感とか、いろんな妄想も含めて、ゲームの楽しさなんよ。まあ、例えば、学生で言うと、こう、夏休みってこう、あるじゃん。長い 40, 40日ぐらいあるのかな ?30 日か40日ぐらいある休みがさ、その、夏休みって始まったら楽しいのはもちろんやけど、その、始まる前、始まる前に、夏休み直前のその楽しさ、夏休み入る1ヶ月前ぐらいから、あー、 この夏は何しろ彼女と遊びに行こうかなとか、友達と遊びに行こうかなとか、ね、えーまあ、部活にめちゃくちゃ力入れようかなとかっていう、そういう妄想も楽しいわけであって、まあ今回もそれと同じよ。うん。今回もそれと同じ。発売延期、半年弱の発売、えー、延期がね、その間、スイ先生のいろんな情報発信を まあ見れると、イラストが見れるかもしれないし、まあ、こうこ、こういうゲームシステムですよみたいなのを、ね、教えてくれるかもしれないし、またそこに妄想に花が咲くよね。まあ、最近あの人、ツイートを昔と比べてめちゃくちゃ多いけん、なんか、こっちも安心するよね。あやっぱ、水先生も人間だったんだみたいな。な逆にこう、天の上の存在みたいな感じだったわけよ。謎すぎみたいな。性別すらわからんみたいな、ね。まあ、最近わかったんやけど。 まあ、半年弱のこの発売、えー、延期のその期間は、お楽しみ期間がね、増えたってことで、えー、前向きに僕は捉えようと思います。ってなわけでね、えー、以上です。じゃあ。